こマイナス 7B は地球から一角十座の方向に約500光年離れた位置にある恒星、こマイナス7を公転している太陽系外惑星である。こマイナス 7B はフランスが率いる太陽系外惑星探査プロジェクト校によって発見され2009年2月に報告された。半径が地球の1.585倍しかなく2011年1月に ケプラー10ビットが発見されるまでは最も小さな太陽系外惑星であった。高ス7 b はわずか20時間という極めて短い光転周期を持っている。高ス7 b が太陽に似た恒星高ス7の前を横切る想像図。高ス7 b は地球から見て主星の高ス7の前を通過した時の周期的な死闘級の現象から発見された。 死闘級が減少する割合から惑星の半径を求めることができる。2007年10月15日から2008年3月3日の間、探査機項はローラ01というフィールドにある構成、コーマイナス7を観測した。この期間中、項は1.3時間ごとに項マイナス7の死闘級が3.44だけ、暗くなる現象を153回観測した。 その40日後にアラームモードパイプラインアルゴリズムが、高マイナス7から惑星による弱い信号を観測し、通過している惑星の蘇生を明らかにするための観測を行った。この発見は1年後の2009年2月3日に、パリで行われた、高シンポジウム2009で公表された。また、その論文は、アストロノミーアストロフィズイックスなどにも掲載された。 高マイナス 7B の発見後、ハープスなどの地上望遠鏡による視線速度の調査で、高マイナス 7B が存在することがほぼ確実となった。高マイナス7は、恒星活動が激しいため、惑星の質量の測定を困難にさせている。クエイローズラによる発見を公表した論文では、高マイナス 7B は地球の4.8倍の質量を持ち、 密度は5.6プラスマイナス1.3グラム、センチメートルマイナス3と地球に類似していると見積もられた。また、この論文では、高天周期3.7日の当時未確認であった高、高マイナス 7C の影響で、高マイナス 7B に超積力が生じて、火山活動が活発になっていて、高マイナス 7B がスーパーイオである可能性についても言及されている。 その後のハテスラによる論文では、項 -7b は地球の6.9倍の質量を持つとされている。ボイセラの論文では非常に不確実性があるが、質量を地球の5.7倍と見積もった。あと2個のミッションチームは、視線速度のデータを解析し、構成によるノイズの影響を最小限にまで減らした。その結果、項 -7b の質量は、 地球の7.42倍、密度は10.4プラスマイナス1.8グラムセンチメートルマイナス3とした。密度は地球よりもはるかに高密度となり、ケプラー10ビットと同程度となった。フェラス・メローラの研究チームはさらに視線速度を観測する分光器の精度を上げ、惑星の視線速度の振幅を小型化させることに成功した。 コウのミッションチームの発表とほぼ同じ地球の8倍という質量を見出した。また、コウマイナス 7B は地球よりも水星のように核が大きい可能性も指摘された。存在が確認されたコウマイナス 7B はスピッツァー宇宙望遠鏡でも観測された。コウが記録したノイズが多い視線速度のデータを非常に高い精度にして観測した。 光が観測したのとは別の波長を使って観測を行い惑星の存在を改めて確認した。光マイナス 7b の質量にはまだ不確実性があるが地球の2倍から8倍と推測されている。半径と光転周期は光の観測により正確な値が算出された。半径は地球の1.58倍と地球にかなり近い。 光転周期はわずか20時間29分9.7秒しかなく、主星からの距離は太陽から水星までの距離の23分の1しかない。これは現在見つかっている地球サイズの太陽系外惑星の中では最も主星に近いことを表す。高マイナス 7B は最高で表面温度が1800から摂氏2600度にもなる。高マイナス 7B は 地球のような岩石で構成された岩石惑星であるとされているが、あまりの高温で表面は溶岩に覆われていると考えられている。しかし、高マイナス 7B は主星との強い調汐力により、常に同じ面を主星に向けているとされており、その場合、主星を向いている面と向いていない面とでは、素生が劇的に違う可能性がある。主星に向いていない面では、 温度が低、摂氏200度にもなり、約40%の確率で、水蒸気という形で、水が存在している、可能性がある。理論的に推測すると、5-7b はもともと、氷を主成分とした、海洋性のような巨大氷惑星であったが、徐々に主星に近づいていくにつれて大気が剥ぎ取られ、中心部の核が露出した、クトニア惑星である、可能性がある。しかし、 他の研究者の中には、ナ −7b は巨大氷惑星の核が露出した惑星ではないと意義を唱える者も,もいる。超積力の影響でナ −7b の表面は木星の衛星、イオと類似した火山活動が起きているかもしれない。ナ −7b の極めて極端な特徴を詳細にまとめた論文が発表されている。その論文では不確実性はあるものの、 高マイナス 7B の蘇生は地球と同じ岩石だと結論付けた。主星に向いている面で最も主星に近い部分では、主星が白熱電球のタングステンフィラメントと同じくらい、強烈な熱と光が降り注ぎ、溶岩の海の影響で大気が作られてない可能性がある。研究者はこのことから高マイナス 7B をラバオーシャンプラネッツと呼んでいる。 高マイナス 7B の質量には不確実性があるので内部の正確な構造を求めることは難しい。そのため内部構造はこれまでの観測の結果から推測するしかない。仮に質量が地球の5倍と仮定した場合、中心の核は全体の15%の大きさしかなく、マントルには対流が生じなくなる。しかし強い圧力で マントルと核の境界付近にわずかに対流が生じる可能性もある。しかし、どちらにせよマントルの対流はほぼ皆無のため、磁場はほとんどないとされている。ウィキメディアコモンズには、高マイナス 7B に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。